ここは午後7時と相なった宮坂との一旦ご苦労にござった。これよりはビートランド834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊である。よろしゅうお頼み申す。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と破天の延期ムールでござりまする。ん、我ら服部半蔵忍者隊ここに水産なんか延期丸とのやりとりが違った。え、ちょっと待って。なんじゃ。おさま。え、ここに水産まで行ってしまった半蔵さん。そう、わしが言おうと思ったら本場箱に半蔵に出たいだけでわし。びっくり。あれと思って。いつものくせに。あ、しもた。あ、なんか久方ぶりじゃからかな。ああ、やも。台本これ無視してしもた。だ。あるなら見てくれしかと。全然虚空を見とって虚空を。いや、台本を見と虚空を見とったらもういつの流れで行ってしまう。もう虚空見てくれもう。いや、やばい。電波線始まっておるから。失礼いたしました。そうじゃよ。始まりましたな。そうじゃよ。生放送じゃからのリモートなる術を用いて生放送でお届けいたしておるからな。それでござる。しかと頼むわ本当に。いや、もうこちらのセリフでございまするぞ。何故こちらのセリフ、なんでそちらのセリフ。私はもういつだってもういつだって大丈夫でございまするから。なんじゃ戦態勢整っておるのか。いつだって大丈夫。この世界はダンスホールでござる。いやいや、なんか聞いたことござるけど。なんか聞いたことござるけどもな。そうか。まあこたびもなんかおございます、陽気なこの日差しにの当たって、なんか謎に名古屋城の二の丸東庭園で瞑想にふけとったな二人でな。こたびの名古屋城はまず瞑想から始まり申した。まず目を閉じて二人で向かい合い、座禅して、目をつぶってこの静かな音を聞いて自然のこの気を感じて、いかにバレずに半蔵様に剣を向けるかと、そういった修行でございます。まあそれもおかしいんじゃけど、でもわしも修行になった。その動きをやはりのす研ぎ澄ませると集中して分かる。ああ、目をつぶっておった。分かりました。分かりましたな、意外と。いや、分かった。で、延期丸も分かっとったな、わしが少しでも動くとの。ああ、分かりました。わっ、半蔵様の匂いってなった。なんで匂いだんじゃん。ニンニクがっつって。いや、確かにわし、夕げ、昨日の夕げ、現世のキムチ鍋食べたけど。ああ、いや、まあ、キムチはまあ、体にええから。そうじゃよ。そうか、匂いで分かったのから、音でなくて。ありがとうございます。やっぱ発酵食品というのは、体に入れた方がええらしいですよ。ああ、らしいの、味噌とかの。まあ、ヨーグルトじゃったり、そういう発酵した何か。あれは毎日食った方がええという情報はあったりしてますな。そうじゃな。まあお主なんかよくに、特になんか飲んでおるの、そういう乳酸菌飲料なるのな、たまにの。ああ、そうですな。やはりわし、便の通じが悪いので。お通じが悪いかの。しかもそうやって常に乳酸菌を中に入れないと。ああ、なるほどな。ああ、まあ大事なことじゃよな。この忍びじゃけ。大事でござる。日頃の体調を整えることが大事ということで。あ、大事でございます。まあ、しかしながらじゃ、まあ我らの体調をどれだけ整えてもな、まあ我らのことをまず知らん者がおるやもしれんし、この我らの声初めて聞いておる者がおるやもしれんから、まあ、まずは我らの調子を整えるのも大事だけども、まあ、まずは我が隊の紹介と参ろうではないか。延期丸、承知いたしました。さあ我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知武将観光をより一層盛り上げていくため、徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊でございまする。日々名古屋城にておもてなし、そして同日祝日には侍忍者ショーを行っておりまする。ほうじゃな、現世にては電波線も用いて忍びの文化、そして愛知を盛り上げていきたい所存である。ではでは、本日のメッセージテーマを発表いたす。延期丸、あ、この度のメッセージテーマはお主の人と仲良くなる術ござるでござりまする。やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージをクリックしお送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけまするぞ。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしゅうお願いいたしまする。皆様からのメッセージ
お待ちしておりまする。あ、待っておる。そうそうそう、忍びにのこれね、必要な能力として3つござって、うん、知恵のあるもの、記憶力の良きもの、口の良きもの、まあ、つまり現世で言うとコミュニケーション能力があるというものということで、うん、これ文法事要集なるこの書物にの書かれておるのじゃ。でもこれ半蔵様3つありまする？やめてもらって。記憶力、口の良きもの、これ半蔵様、まあ、口の良きものは半蔵様いけるかもしれない。大丈夫かな半蔵様。いや、じゃあじゃあ、あの、その誠の心配やめてもらってね。ああ、失礼いたしました。これわしもちょっと心配、おのがで心配してるんだから。どうじゃろ。さあということでですね、あの、いわゆるその黒装束、わしらが黒装束で夜忍び込むこともござりまするけども、大概はその日中何かの職業に身をやつしたり、こう何かになりすましをして情報収集をしておったためにと、この3つ大事だったよということですな。うん、おじゃおじゃ、まあ、その場合正しい情報を深いところまで聞き出すには初めて会う者とも誰とでも仲良せにはいかんのじゃこれ。大体でございます。その警戒されてはやはりこう何も聞き出せませぬから、まずはこう仲良くなることから始めると、うん、そうじゃそうじゃ、これ現世の戦場、うん、まあ会社やら学びや寺子や、まあ、学校じゃななどでも人とのコミュニケーション、まあ処世術なるものが、まあ、なかなか難しいというのが、うん、まあ、ござるということで、もう延期丸これ初めてのものと仲良くなるすべござる、お主なりのない。まあ絵巻でもあげておるけど。まあだって基本的にわしはまあ人とあまりこう仲良くしようとは基本的には思いませんが、うん、別にそのよっぽどのことがない限りは、まあ、例えばまあ任務じゃったり、うん、そのどうしてもやはりその生きていく上で、その人とやっぱりこういわゆるコミュニケーション取らねばならぬ、どうしても取らなきゃいけないということは、うん、やはりございまする、うん、そういう時はわしは、うん、自分の、うん、その何でしょうな、その能力の高さというか、うんうん、自分はこういうのできますよ、こういう感じでいつもやってますよ、これ見てどう評価してくれますかみたいな提示をいたします。ああ、なるほどな。だからそれは言葉に出さずに実際にこう動いて、あの実際にこういう感じでやってますいつもみたいな。あ、そうすると、背で背中で語るとっていうこと ではない。なんで、あ、でもそういうことでございます。いや別にその言葉でペラペラ僕はこうでああでこうでこうでっていうよりも、あの実際にあの行動で、あ、この人は縁起丸はこういうふうにあの仕事を任務をこなしていくんじゃなみたいな。でそこにもちろんその評価が重なれば、まあ、自分からいわゆるその言葉、でこう表現するよりも実際その他者から見た自分っていう評価で、向こうからこう、あ、この人とちょっと仲良くなりたいって思わせる、うんうんうん、なるほどの、これは、うん、って思わせるということは気にしとるから、なんか変にわしからこう仲良くなりたいからこう行くというよりも、見てもらって、その見てもらったものとか評価してもらって声をかけてもらう、うん、というふうなやり方、入り口わしは。マジかっこええな。はわし、そういうことを考えて生きてます。だから自らでこう仲良くなりたい人がおっても自分からこうあまり行きません。なるほど、まずは自分というものを見てもらうところから、わしは始めますかな。まあ、大事なことやもしれんのそれな。うん、ええことじゃと思う。ええことだと思います。わしも半蔵様は何かありますか。まあ、わしはの、まあでも、まあ、ちょっと違う、まあ、わしは相手をまあ敬うことかなとまず思うな。ああ、なるほどなるほど。まあやはり、まあ、なんて言ったらいいんじゃ、この仲良くなりたいとか仲良くならないかんかなとか、まあ、いろいろ思った時はまあ敬ったりとか、まあ、相手方のことをまあ大事に思うちゅうことがまず大事かなと思う。あとは自らをさらけ出すちゅうことをわししておるわ。あ、半蔵様そっちよく見まする。さらけ出してる半蔵様、そうじゃ、だから縁起丸にある意味近しいやもしれん。あ、そうですな、意外と近しいかもしれません。だからその、確かに蘇って半蔵様と久方ぶりにというか、まあ、その要は、昔初めて半蔵様に会った時も、なんかそういうの感じた感じする。あ、なんか半蔵様ってちょっとやっぱりダサいんじゃなって。
そうじゃろ、ちょっとその要は羞恥心がないというか、うん、ちょっとこの人をちょっとこう要はあの安心させるというか、いやなんかあ子供のアホじゃから油断させるいい意味でだから。わしアホだよってやってるから半蔵様、うん、なんだよこれわし喜んでいいのか泣いていいのかようわからんけどなこれ。だからすごくその半蔵様が下に一人へり下ってアホのこの同系を演じていただける、まあそれが数かもしれませんけど半蔵様のわあなんかなんでこのものをすごくアホやっとるんじゃろうなっていう思うとちょっとやはり安心はします。なんかあなんかもうこの人なんかその変に警戒しなくてもええみたいな、あーなるほどな、うん、確かにそういう術ですな多分半蔵様は多分、うん、まあそうじゃな、まあまあみおのがも相手方もまあ気持ちよくなれればそれが一番じゃからの、まあそれを心がけてる、うん、いやいや確かに分かりますよその半蔵様のそのアホな感じとか。いやいやいや、何だろうこれ。でもまあ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 、まあ、素直に喜びとして受け取っとくわ。まあまあ、喜んだ方がええと思います。でもこれはまあ良き場合もあるし、なんか悪い方向に行く時もあるよね。まあそうじゃな、まあ一長一短もあるかもしれないけどな。そうですね、半蔵様もちょっとなんか感じるところもあるかもしれませんが。まあだって、まあ延期丸が感じるその致し方と、まあわしのまあ、いたし方とということで、まあござるけども、まあこたび、だからこの行さん、多分来ておるから。まあ、これぜひあの助立ちということで、まあ、聞いてまいりたいと思うから、みんなにもなこれ人と仲良くなる術聞いてまいろうではないか。あ、皆様メッセージどしどし送ってくださいませ。ではここで一曲、うん、高橋優乃ので人見知りベイベー。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートランド834サテライトプラス、この番組では南だからのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマはお主の人と仲良くなる術ござる。じゃあさあさあさあ、どんなメッセージが送られておるかな。なんでその途中でやめたんですかその感じ。え、何がこの番組では南だからのって途中で戻りましたけど、ちゃんと全部いや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 この番組では南だからの見えよって、なんでなんで途中でやめた。あーすまん、ちょっと戻した方がいいかなと思って最後に言ったのが分かったかな。ちょっと中途半端で終わっちゃったな。さあじゃあ行きましょうか半蔵様。あ、行こう参ろう参ろう。あ、何指摘されたの。うん、いいよ、うん、ラジオネームどうする半蔵、人と仲良くする術は会話の時など相手の話を最後までよく聞いてあげること、うん、ちょっと句読点がついたからってすぐに反応して自分ばかりベラベラ喋り出したりせずに相手が満足のいくまで話を聞いてあげることが仲良くできる方法かなと、うん、わずかながらに知る術なりと。なるほどなるほど。いやこれは話を最後まで聞くと、いや大事だとございます。うん、やっぱ遮られるっていうのはあまり心地よくないでな、やはりの。いやなんかでもそうですな。これわかるわな。だってしかと聞いて、まあ、相手が、あここで終わりじゃなと思った時に、まあ、おのがの意見述べたりとか、賛同いたしたりとか、まあ、そういう反応していくっていうのは大事だなこれな。大事でございまする確かに。いやこれは確かに心がけておる、なるべく心がけておる。あ、半蔵様も。あ、縁起物も心がけておる。え、わしはまあ特に、わしはあんま話さんから、そもそも。あ、おか、まあ、確かに最初言っとったもんな。うん、だから聞くだけ聞いて、ってなる。確かに確かに、もし、なんか、うんでもない、うんって言っとるのが確かに、印象悪い。え？なんか大体鼻から抜ける、鼻から抜けておる音じゃよな。なるほどな。まあでも聞いたことは大事だな。いや見事ね見事に。いやどうする反応とありがとうござる。ありがとうござる。じゃあ続いてまいるか。続きまして。あ、わしからは。で参るぞ。わしから参るぞ。ラジオネームみかんの神殿。半蔵様延期丸さんこんばんは。人と仲良くなる術はですが、寄り添う気持ちさえあれば誰とでも仲良くなれると思います。そういえばお昼過ぎの X の動画を見ました。人の気持ちは誰も全て理解できないと思うので、分かろうと思う気持ちさえあれば良いと思いますよと延期丸に伝えておるわ。これはちょっと私が人の気持ちが分からんとつぶやいたから。そう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 、しかと言葉を送ってくれとるぞ。
よかった。ありがとうございます。みかんの神など。まあ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 。まあ、わしはその、困ってはないですからな、別に。人の気持ちわからんからって別に困ってはない。まあ確かに確かにな。困ってなさそうじゃもんな。確かにな。だって、まあね、人の気持ちわからんから、まあ、しょうがない。うん。でもあの縁起原時によってそうやってのやはり実際この、うんうんうん、あ、ハンド様今当店だったのにそうそうそうじゃないこれ いかさっきござったのに全然守られてない先ほどのどうするハンド様のハンド様ベラベラ喋るやつうわ出た出たあ実際当店だったのにもう話すことも忘れてしまったけども何でしたハンド様いやハンド様のせいでわしも忘れたわしも何話そうとしか忘れたこれかこれ悪いわしの悪い時間だこれ意識足りんかったわ、うん、それだよ半蔵様あ学ぶわ出た学ぶわだちょっとこれ、ま、学ぶを学ぼうの寄り添う気持ちとな苦闘点をしかと最後に聞く話を聞く、うん、これ学ぼういや、いかの神殿ありがとうございます、はい、大事にするありがとうございますじゃあ続きいきまするぞ半蔵様バロええよラジオネーム文庫勤めの小雪殿服部半蔵隊の服部半蔵忍者隊の皆様こんばんはこんばんはじゃ食べながら任務お疲れ様ですとありがとうございます渡美のメッセージテーマですが仲良くなる術は特にございません、うん、ございませんが、うん、なんか気出し仲良くなる気出し相手とは多し気出しと書いてるちょっとあれ5時かな仲良くなる相手とは多少の縁がありましょうから策を論説とも気づけば仲良くなれているように思います、うん、縁起丸殿が蘇りてでは終わりへ参られたのも半蔵様と出会うためでしょうゆえうんなるほどなるほどなるほどな、まあ、縁があったで半蔵様と出会おうだとそうじゃなまあこれ縁はござるでのやはりな、うん、まあまあ縁ですな縁でござる、うん、もうやはり縁でござりまするの、まあ、それに尽きるんじゃろうなそうそうそうじゃ、うんまあ、たまたまじゃしばしが終わりというかそのまあもともとは囲碁の方まで言っておりますけども、うんうん、あのまあまあ、まあ、まあ縁ですなその囲碁に流れ着いたのも縁じゃろうしそこから、うん、えいやいやいやついやいやあのうんって聞いとるんだよ、うん、うんって聞いとるよそこで半蔵様と会うたのも縁じゃろうしで、こうやって蘇ってまた忍者隊として任務をしてるのも縁じゃろうし、うん、まあまあですな、うん、そうじゃな、まあこれ大事、だから縁は大事にしてないかんちゅうことじゃよな、うん、あれですな、これは学びじゃ学び、縁を大事にしてないよ、あ、うん、あ、いや、文庫さんの続きまして、あ、わしかれ、あ、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、うん、じゃあ国的にではこれ最後に出すか、の、あら、は、うん、では参る、ラジオネームさきぴー殿、半蔵様縁起丸さんこんばんは。こんばんはでござる、うん、今日も寒い中お疲れ様です今日のテーマお主の人と仲良くなる術はござるですが同じ趣味はないか探りを入れ漫画アニメドラマなど共通の趣味の話題で話を広げるです同じ趣味に賛同してもらったらお互いのおすすめなどを話し合い仲を深めることができるからです最近では推し活を通し仲良くなることも多いです同等拒否同担拒否などの方は難しいかもしれませんが一緒に推しの好きなとこなど話して盛り上がることで仲を深めています半蔵様縁起丸さんは何か今推していること人物などありますか私はもちろん服部半蔵忍者隊の皆様を推せてもらっていますまだまだ寒い日が続きあ推させてかな推させてもらっていますまだまだ寒い日が続きますが体に気をつけてください応援しますのことじゃなるほどありがとうございます共通の話題で共通の趣味と大事じゃんこれは同担拒否なの方もいると同担拒否あとこれ同担拒否分かりまするいや分からんだってわし読み間違えたこれ例えばあの半蔵様を推してるものがおると、うん、で他のものにその何人か半蔵様のものを推してると半蔵様のことをしたらば同担拒否というのはその、うん、要は私その半蔵様とを推してる者同士が、うんそのうまくその仲良くできることあなるほど、同じ担当を拒否してるとなるほどなるほど何か半蔵様のこと好きなんじゃけどもその者とは仲良くせずに
ちょっと距離を置くと、同担無理なんで、わしみたいな。はあ、なるほどの。同担拒否。まあでも話してみるとの、うん、何じゃ、すまんな。話してみるとなんでございます。なんでもいいですの。いやもしかしたらその共通の話題で先ほど盛り上がるという言うたけど、もしかしたら、もしかしたらこの何かをきっかけに盛り上がる可能性もあるかもしれんねんな。もしかしたら、いやいや、そんな人生甘くございません。甘ないの？甘くいきたいけども、わし、あ、ほうなの？もしそれで成立するなら、もう本にこの世は世界平和でございます。あ、まあ、やはり人間というのは私利私欲、私が一番、そういった考えのものが行さおりまする。あ、ゆえに なかなかやはり、ね、そういう時はだから無理に仲良くなろうとせずに、まあ、ちゃんと距離を置くことが大事でございます。それが楽しい推し活生活、まあまあほうじゃな、うん、まあそう、うまく立ち回るっていうことも大事やもん、ね。もちろんその、うん、その何ですか、この波長が合うものももちろんあると思いますし、うんうんうん、そこはまあうまいことやっていただければと思います。なるほど、まあまあそれは勉強になるからな。まあ、あの、まあ、最後にこれ何か今推しがあるかって聞いておると、人物とか。ない。え、ハズ様ございまする。え、わし、あの絵巻最近よう見ておる。あの現世のそれこそアニメになるものは勉強になるかな思って。何見ておりますか、ハズ様。現世の。なんじゃ。何見ておりまする。いやもうそれはあのちょっとまああえては言わぬけども、あの何かその術で戦うものとかの、あの己だけこのあのなんじゃ能力が高まっていくとか、まあそういう絵巻そういったもの、まあそういったものを見てるの楽しいな思うぞ。ええですな、わしもなんか推しなんか探そうかな。ええやもしれんぞ。やはり女子の女子かな。いや、分からん、まあ、それだけではないからな、それだけではないからな、それは伝えとくぞ、うん、それは伝えとくからな。いや、さっき見たの、ありがとうござる。ありがとうござる。さあ、皆からな、これ教えてもらった術、我々、なかなか参考になったからな、これ、我々を実践してまいれば、ありがとうさんじゃった。それではここで一曲聴いてまいろうではないか。ザ・ボーイ・ミーツ・ガールズ殿で、フレンドリー。ビートランド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、そろそろしまいの刻なのじゃ。こたびは人と仲ようなる術を聞いてまいったが、教えてもらった術今度試させてもらうわの。はこの放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっちゅうものは、ぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくださりませ。なおたくさんの方からメッセージを頂戴いたしましたが、時間の都合上すべては紹介できませんでしたゆえ、ラジオネームだけでもご紹介させていただきまする。ラジオネーム、ナオミ殿、サキピー殿、あ、サキピー殿読みました、さっき読んだ、ナオミ殿、南海陽一殿、いつも明るいミホーニャン殿、半蔵様と宗司さん大好き殿、ライチ殿、白柳メイ殿、綾之助殿、織月殿、阿久井大好き殿、後ほどしかと読めさせていただきまする。岩さんのメッセージ誠にありがとうございました。んでは来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、愛を取る、お金を取るじゃ。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけまする。皆からのメッセージをお待ちしておる。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされておりまするぞ。メディアス FM YouTube で検索いたし、ぜひ確認いたすのじゃ。それではこの後は再び宮坂好み殿のビートランド834でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と、秘伝の延期丸にござり申した。最後はこの曲にてドロン、ジェニック殿でターク。皆の衆、風には気をつけてのー。